新型コロナウイルスの影響で去年おととしと中止になっていた大会が戻ってきました。3年ぶりに久しぶりにここに来てめっちゃ楽しくなってきました。なー完走目指して頑張ります。そしてフルマラソンに先立ち熊日30キロロードレースがスタートしました。レースは36歳のベテラン SG ホールディングスの佐藤悠基が25キロ過ぎにスパート、2位以下を引き離し大会最年長優勝を果たしました。勝負どころでしっかりと、勝ち切るっていうレースを思い描いてたので、プラン通りに走れた。そしてフルマラソンにはおよそ1万人が出場しました。ランナーへの沿道での応援やもてなしも復活しました。レースは東京大学大学院の古川博明がプロランナー福田城との競り合いを制し3回目の優勝を果たしました。